4対2に分かれて1つ目の準優勝戦第9レース1番、2番、4番、6番3番、5番でスタートしていきました3コースから4号手菊池あるいは1コース、1号手馬場この両者がややスリット優勢1号手馬場が先に回る2号手前本さして外は4号手の菊チさらには6、3、5というところですが1号手馬場は逃げていますがさあ6号手白井地元での優勝を目指して2番手争いを演じるか外は2番、4番内は3番、5番とほとんど差がない2番手争い大接戦スタートは前提正常でした。号ババユーユー抜け出しています 2番手ラスイ、3号艇上野が先に回る6号艇白井が差して前に出てきたそして3番手は3号艇の上野のここはもう本当にメンバーもそうですね、えーまあ、100ぐらい収まってほしいなという感じではいったんですけれども、はいはい、特訓とスタート展示で<え>ちょっとタイミングうまくつかめなかったので、えー、ちょっとやばいなと思ったんですけど、まあ、しっかり集中して。 えと行ったのとあと菊池さん見ながら行きます。<laughs> <laughs> えっと本当に下関崎は、えー、地元以上に好きな水面で相性もいいのでまた明日、えー、何かが起こせるように、えー、頑張りたいと思いますご声援よろしくお願いしますでは最後ポーズお願いしますありがとうございます一番二番三番 4番、5番、6番でスタートしていきました1号艇人気の萱原もさあ互角のスタートを決めてという形に持ち込んでいます1号艇の萱原に対して角度よくまくりに行くのは3号艇の佐藤の付け前がさあ決まるか1号艇萱原ちょっとピンチか4号艇瓜生もさしてくる3号艇の佐藤が前を取りますそして2番手は4号艇の瓜生と1号艇萱原の攻防で離れて6、2、5スタートは絶対正常でした3号艇佐藤トップ2番手は4号艇瓜生が前を取る三番手は差して 一号艇の茅原上位算定三四一、三番、四番、一番、レースは二周目にあります。三号艇佐藤が五六艇進リードを取っています。痺れました。想定外です。いや、ちょっと辻さんの行き足が、なんかよく、よかったので。えー、茅原さんが見えないところで、と思う。が、なんだ、理想だったんですけど、もし一着取るなら。<ー>まそれこはまりました、ね。はい,はい。今、現状の船橋の評価は、どういったものになりますでしょうか。うん バランス取れてる感じで今のレースでいったらすごく良かったんですよレース行った感じは。えー、けどそれまでの状態がよ,かよくなかったんで、はい、あんまり明したバタバタしないようにしようかなと思いますじゃあ、はい、じゃあ明日もいいレースできるようにせっかく走ります,ごしますでは最後ポーズお願いします1番2番3番。 4番5番6番です。 スタートししてきました1号艇深谷、コースタートトップスタートを決めています、スタートビシッと決めて人気の1号艇深谷が先に回る、逃げる形、寄せつけない1号艇深谷がもう逃げています、2番手は外3号艇新田に対して内からは4号艇桑原、あとは5番、2番追走で最高峰6番、スタートは前提正常でした1号艇深谷、悠々逃げています、2番手は4号艇の桑原が先に回るか、一周2マーク、そして3号艇新田が行かせてのささらには5号艇ブースに待ってやってきますが、2番手は 三号艇にいった三番手四号艇桑原 1, 3,、一三四。たを寄せ付けずの走りでした。今のこう船足の評価を教えてください。すごく乗りやすくて、あのー。まあ、行き足から、た回り、はい、あのー、うん、一番好きな感じに仕上がっていると思います。はい、静岡優勝できるように精一杯走ります。えー、応援よろしくお願いします。では、最後、ポーズお願いします。はい